イギリス領東アフリカ。イギリス領東アフリカは、1895年に東アフリカに設けられた英国の植民地。モンバサ港周辺にイギリスが持っていた商業利権をもとに、1888年、直居会社のイベアが設立されて経営を開始。1895年に、現在のケニアに相当する部分が保護領となった。 この保護領は1920年に直轄のとなるまで続いた。東アフリカのインド洋海岸部一帯はザンジバルに拠点を置くザンジバルスルタン国が実質的に統治しており港町の経営や農園経営、奴隷貿易を行っていた。しかし1840年代よりヨーロッパ人宣教師が名目上はザンジバルのスルタンの保護のもと モンバサの海岸周辺からキリマンジャロ山にまで入植を開始した。またイギリスは19世紀末、奴隷貿易を禁じザンジバル領の東アフリカの港湾都市の占領を行い、ザンジバルを圧迫していった。1885年にベルリン会議、1884年から1885年で決まったアフリカ分割の原則では、沿岸部を領有した国は、 後輩地の領有も認められることになっていた。1886年8月、後のタンザニアにあたる地域を植民地化しようとして、ザンジバルに艦隊を差し向けたドイツ帝国に対して、ザンジバルからの支援要請を受けた、イギリスも東アフリカに介入した。フランスを交えた3カ国の協議の結果、東アフリカに分割戦が引かれ、 境界線の南の現在のタンザニアにあたる部分、ドイツ領東、アフリカをドイツが、境界線の北の現在のケニアにあたる部分を、イギリスが取ることになった。その統治範囲は、ケニア最長の河川棚川の川口からモンバサを経て、ドイツ領東アフリカとの境界線までの150マイル、2 0トル、の海岸線だったため、これによる勢力圏はほぼ現在のケニアの範囲に等しくなった。 イギリス政府は当時アフリカ大陸南部の権益確保に力を注いでおり余裕がなかったため民間の手を借りることとしインド洋全域に航路を広げザンジバルする単国や東アフリカ一帯との小取りも行っていたブリティッシュインドスチームナビカンパニーの社長ウィリアム・マクナンにアフリカ東部でのイギリス勢力圏の建設を進めたマッキノンはイギリス東アフリカ協会 ブリティッシュイースト、アフリカアソシエーションを結成し、1888年には、直挙を受けて、直挙会社のインペリアルブリティッシュイースト、アフリカカンパニー、イベアを設立した。イギリス東アフリカ会社は、1890年には、さらに、ウガンダも、イギリスの勢力圏に収め、モンバサから、ビクトリア湖への鉄道、ウガンダ鉄道建設や、農地開発などを始めたが、 ウガンダ王国、原ウガンダのカバカ、大や各地を支配する、宣教師たちとの対立が起こり、これに力と時間を割かれて、経営は悪化した。1895年7月1日、イギリス政府は、イギリス領東アフリカの保護領下を宣言し、英国外務省の管轄とした。1902年にはウガンダも、その一部となり、東アフリカ新時計と、 イースト・フェリカ・シンジケートは、内陸高原地帯に、白人入植地を作るべく500平方マイル、1300平方キロメートルの開発認可を得た。1902年4月、営業東アフリカ最初の土地出願が、東アフリカ・シンジケート、イースト・アフリカ・シンジケートにより行われた。この会社は、イギリス南アフリカ会社に属する、出資者たちが設立したもの、 気候のよく涼しい高原地帯の500平方マイルの土地をヨーロッパ人による植民のために使おうとした。さらにユダヤ人入植地を適切な場所に作るための出願もなされた永遠量を歪んだ計画。1903年4月、イギリス軍の巧妙なアフリカ探検家で東アフリカ新時計との重役でもあったアメリカ人が鉱物資源を求める探検隊を派遣した。 に引きられた探検隊は、ナイロビから、エルゴン山を経て、ルドルフコ、ゲン、トゥルカナコ西岸へ、水にこと書き、マサイ族とも何度も遭遇する危険な旅を観光した。1903年、数百人の入植者が南アフリカなどからケニアに到着した。しかし、マサイ族の牧畜の権利保全をめぐる問題が持ち上がり、今後は、 大きな面積の土地利用の出願を受け付けないという決定がされた。この植民政策の遂行をめぐり、英領東アフリカの当時の弁務官、チャールズ・エリオット卿と英国外務大臣ランズダウン公の間で論争が起こった。ランズダウン公は、東アフリカシンジケートに与えた制約を守ろうとして、彼らに対する500平方マイルの賃貸を認可すべきとした。 しかしロンドンにいた保護領官僚との話し合いの結果、彼は南アフリカからの入植者に対し別に50平方マイルの賃貸を行おうというエリオットの結論を拒んだ。エリオット卿は新たな賃貸を禁じながら、東アフリカ新ケートへの有利な賃貸契約を守るランズダウン公の結論を不当な土地独占と述べて辞任している。 1905年には管轄は英国外務省からへ移り、同じ年に首都は海岸のボンバサから内陸高原地帯のナイロビへと選ん第一次世界大戦のアフリカ戦線の戦いを経て、1920年には保護領から本国直轄のとなった。中央州一帯には白人高地として白人経営によるコーヒーや茶の農園が広がり、 1930年代には白人の数は3万人に達した。後に高原の土地を占有する白人農園は元来の土地所有権を主張する菊ユ族によるマウマウ団の乱など様々な民族主義運動の標的と化す。一方1896年以来、金融、商業、手工業などを行うインドの移民がケニアに到来し、都市部の経済を動かした。 さらに、ウガンダ鉄道建設のために、大勢のインド人がケニアとウガンダに渡ってきた。人種別の隔離がなされ、都市での居住地制限や高原地帯へのインド人、入植制限が行われたが、インド人は数で白人を圧倒した。1921年段階でのケニアの推定人口は237万6000人で、うち9651人はヨーロッパ人、 22,822 22人はインド人、1102人はアラブ人だった。最大都市はモンバサで人口は32,000人だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。